ザ・サウンドスケープ・マイク・アップ・オブ・ティー。今日も外歩きをしながらです。まだ朝5時過ぎなんですけども、全然涼しくない。びっくりするぐらい涼しくないです。まあ暑くはないんだけど、そんなには。湿度が高い感じですね、名古屋。今日は木曜日、15日木曜日ですね。台風7号は名古屋をそれていきまして、本当はね、今日雨の予定だったんですが、もうすっかり晴れになりました。まあその代わり関東の方に台風がね、それていったので、関東地区の方は今日は天気悪いんじゃないかなという感じなので、お気をつけくださいませというところですけど、いやー、むっとしてますね。今ですね、iPhone のボイスメモで撮っているんですけども、iOS18 のですね、パブリックベータ版、これにアップデートしたんですよ。で、ボイスメモも少し機能が追加されているようで、なんと文字起こしをすると書いてありました。どんな風になるのでしょう。ね、文字起こしと、あとステレオで録音できるということが書いてあったんですが、これ今ステレオで撮れてんのかな？なんか設定が必要だったかわからないですけども。はい。まあ、別にステレオじゃなくてもいいのか、そんなことないか。こう、外歩きだから、音の方向が、わかるんであればわかってもいいかもしれないですけどね。ただ、逆に聞きにくくなる可能性もあるんだよね。こう、歩きながらだと、あちこち向きながら、動きながら話してしまうところはあるので、ね、どうでしょうか。いや、ほんと蒸し暑い。けど、虫の音が、夏の、セミの鳴き声とはまたちょっと変わってきましたね。はい。で、昨日も編集中に寝てしまいまして。で、まあ、編集ソフトで流していると、こう、最後まで行くと頭にループするんですよ。それをずっと聞きながら寝ていたようです。自分の声を繰り返し繰り返し聞きながら寝ていたようです。嫌ですね。全然覚えてはいないですけどね。で、もう、明日仕事なので、夏休み今日までというとこですが、まあ、とはいえ、翌日また土曜日なんで、ね、明日一日行って、また土日休みなので、まあ、中には有給取って、休みをね、取ってる人も、社員もいるはずですし、お客さんとこもね、もう今週はずっと休みっていうところも結構あるので、まあ、社内の会議資料を作ろうかなというふうに思ってます。結構作らなきゃいけない宿題が溜まってます。まあ、加えて、休み中にやりたかったものも溜まっているので、今日一日でできるのでしょうか。もうすでに自信がないですね。はい。まあまあ、ちょっと運動不足、解消も兼ね、ブーンって言った今聞こえた？聞こえてないか？聞こえないよね、さすがに。蜂がついてくるんですけど。あ、行った行った。怖い。怖いというほど怖くないですけどね。昨日の夜もライブ配信、スタンド FM で、ちょっとしておりましたが、はい。最近ライブ配信が多くて、で、ちょっと前にね、どっかで喋ったんですけど、全然配信してなくて喋らないと、逆に、はい、喋ってくださいっていうライブ配信開始しても、喋るのが出てこなかったりするんですけど、だからある程度喋っといた方がね、まあ結局同じような話を喋ることにはなるんですけども、全然喋ろうと思ったらいくらでも喋るっていう感じになるという話をしたんですが、まあさすがにだけどずっといろいろ喋ってるとネタなくなりますね。ちょっと仕入れなきゃ。新しいネタ。いや、ないことはないんだ。ないことはないんだよね。まあただ昨日ライブ配信で喋っちゃったなとかやっぱりだけどあるね。そう。同じ話をしないようにしようと思うと、さすがにネタは切れますわな。そりゃそうだ。
でどっかね旅行に行ってるわけでもなく、だからこうちょっと散歩をしながらネタを仕入れなきゃなというとこありますけど、あけどこの間ねあるポッドキャスト番組にゲストで参加させていただいて、まだそれが配信されないんで、はい、配信されるのは9月末ぐらいになると思いますが、あれはねあれ収録後違うな収録中の話題か、収録中の話題はあんまり喋らない方がいいね。うん、また次の機会に。あーなんか綺麗な花が咲いても、これ何の花だろう、詳しくないので全くわかりませんが、なんだろうなこれは、サルスベリかな。あ、サルスベリの木だな。あ、サルスベリの花じゃない。あ、こんな風なんだ。ピンク色の花でしたけども、はい、犬のお散歩。いやー動物も暑いよねさすがにねで、そうそうそうだ、そのゲスト収録したやつでね、あれは収録前の話だと思うので乗らないでいいと思うんですけど、もうライブ配信をね見に来てくれたりしてる方が配信してるポッドキャストに出たんですよ。でライブ配信でスタンド FM ってこうチャットでねテキストでコメントもらえるじゃないですか。なんかそういうのをね拾って話を広げるのが、話を広げるのがうまいみたいなことを言われたんだけど、まあ別にね逆にネタがない時に話を振ってもらうと助かるでしかないんですけど、そこあんまりね得意とは思っていなかったなぁとは思いつつ、まあ逆に本当に何もないとね本当こうずっと話してるとさ、これ話したよなぁ、最近多いんだこれ話したよなぁと思ってまあきっと話してないこともあるんだろうけども、だからテーマをね、なんかテーマというかコーナーっぽいのをね持ちたい気もするんだよね。あけどこうやっぱ虫の音が、これやっぱサルスベリだな。いやサルスベリのさ花ってさピンク白いやつは見る、あこれ白いな、白い花はさよく見るんだけどさ、ピンクのやつがあった、あんま見たことないな。こんな感じで、そう何の話だっけ、テーマ、そうテーマを作りたいと思いつつ忘れるんだよね、忘れるというか多分自分が飽きっぽいんだと思うんだよな。そう継続してで、なんとなくのほら自分の興味のあること話してるからさ、そのなんとなくの全体のテーマというか空気感はあるとは思うんですけど、コーナーみたいなやつは作ったことがあまりなく、あまりなくっていうかあったっけかな、二人喋りの時とかも別に用意してなかったな。だからあれだよね、そもそもがラジオをやりたいって始めてないから、ラジオっぽいフォーマットになんないよね。どうしてもこう音声ブログ的な立ち位置なのでね、ブログとか日記とかでコーナーってないじゃんブログで、まあまあブログによってはもしかしたらねあるのかな、あんま見たことないな、コーナーはないな、うん、まあそのそれ独立して一つのブログになっちゃうからね、まあないんだけど、でこう音声配信ネタ切れを考えるとね、なんかああなくなってきたなーって時にちょっとコーナーを変えるっていうね転換法もありますよね。いやだから自分のやってるのはあんまラジオっぽい感じがしてないから、ラジオっぽくはしてないけど、別にラジオが嫌いなわけじゃないからさ、むしろ聞く
聞く方ってほどでもない、あ、けどどうなんだろう。だからそんなにヘビーなラジオリスナーではないのは確かだし、お便りを書くってこともほとんどないし、まあ聞くは聞くで、テレビを見るよりはラジオを聞くとかいうのはあるけど、けどどっちかといったらポッドキャスト、まあ、ポッドキャストもラジオと捉えればかなりのラジオ好きだと思うんですけどね、いわゆる地上波のラジオはそんな、あ、そうだ、 TVer 見まして、 TVer 見ましてじゃない、 TVer は番組名じゃない、 TVer でね、あれは何、あちこちオードリーか、あちこちオードリーを見て、あー、けどもうすぐ配信終わっちゃうかもしれないけど、アドがゲストだったんですよ。ね、顔出ししないじゃないですか、アドね。あ、それを呼ぶパターンあるんだと思って。まあ、アドもね、ライブとかやってるんで、ね、まあまあ、もう顔は出さないまでも、人前に出るのがないと、あの、なんだっけ、林修先生のインタビューとかもやってたよね、アドね。いや、結構、喋りも嫌いじゃないんで、この陰キャ感を出すところが何とも言えない近しいものを感じるところもあって、で前からオードリーがまあ好きなんですよ。オードリーの漫才というよりは平場の喋りが好きなんですよね。特にあの春日の方がキャラが強い感じがするけど、実は若林の方が危ない感じがだからそれこそラジオでのオードリーが好きだったりするんですよね。で、この名古屋地区だと何だったかな、オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんですだったかなっていう番組があって、まあ、素人がとね登場するんですけども、 ゲストっていうか、まあ、来てオードリーと話すみたいな感じだけど、素人いじりがうまいなと思って、で素人いじりがうまいなというのと、だからアイドルとね、日向坂48と、あれ日向坂46だっけ48か46かわからなくなってるけど、と番組やってた時も、まあそのアイドルの子たちはさ、どちらかといったら素人に近いじゃないですか、喋りとしてはね。まあそれもうまく回してるなと思っていて、まあ、それで好きなんですけど、だからこうあちこち踊りもさ、もちろん芸人がゲストで出てきたらまあ面白くはなるじゃないですか、普通にね。けどこう喋りに慣れてないさ、アドとかさ、そういう歌手の人たちが出てきてもさ、まあまあ持つんだよね、うん、でやっぱ見たんだけどすごい面白かったです、はい、うん、まあまあ、若林が MC 的な回しもするけど、根があんま、まっすぐじゃないんで、まあ、意地悪の質問を入れたりとか、なんとかしつつ、ね、やるんだけど、多分ね、若林だけだとまた違って、で、たまに春日が空気読まない土速球のストレートの質問を投げたりとかさ、それ聞いてどうすんのみたいな質問たまに入れる、あのアクセントこのバランスがね好きなんですよそうだから、どっちかがといえ二人のねこのバランスがねいいよねと思って、まあただどっちかといえば若林の方がなんだっけ、エッセイとかも書いてるでしょ、なんか買ったりしてますけど、はい、あ、若林といえばあれだよね、そう、徳増たけしさんも知り合いなんだよねお笑い目指してた時の、そうだ、あんま言っちゃいけないのかな本人の前で、とある意味嫉妬というか、まあ本人はそんなことはないとは言うと思うんだけど、あるよねーと思ったりあ、それは俺だけの意見じゃない、他の人もそういうこと言ってた人はいたが、はい、いやー、そう、今ね通いの美容院の前まで歩いてきまして、でここの美容院が一人でやってて、でもう一人二人で、まあ基本二人でやってるのか、二人なんだけど、
まあ、2人目がいる時がそんな毎日ない。うん、だから多分基本1人で1人がヘルプみたいな感じのね、まあ、予約が入ったらなのかな。で、前まではホットペッパービューティーっていうアプリでね、予約してたんですけど、ポイントも貯まるし、そしたらね。けどね、まあ一人じゃないですか。で、一元さんお断りにはね、してるんだけど、初回の人は指名できないようにはしてるんだけど、で、一回ね、だからその、空いてなかったんで、もう埋まっちゃってたんで、ヘルプの人に頼んだことあるんだけど、あ、やっぱ違うなぁ、みたいなのがちょっとあって。何が違うのかなぁ。まあ、技術といえば技術なのかもしれないけど。それこそ半年に一回ぐらいしか行かない時期は結構あるんですよ。年に二回。伸ばしに伸ばして短く切るっていうさ、羊みたいな髪の切り方をね、してる時もあるんですけど、まあ、今回は4ヶ月ぐらいしか空いてない。4ヶ月ぐらいしかなのかどうなのかわかんないけど。で、その再現性が高い髪型をみたいなことが書いてあるんだよ。紹介文とかにもね。つまり、切って、その後、ほら、美容院に行って、次の日、頭洗っちゃったらもうセットが直せないとかいう時あるでしょ。あれいうのはなくって、ちゃんと自分でもできるし、なんなら、多少伸びてきても大丈夫なように切ってくれるっていうことらしいんだけど、まあ、そんなにね、わ、すごいっていう実感があるわけじゃないけど、なんか他のところに、他の美容院とかにも行ったりもしても、やっぱなんか長続き持つなっていう感じがして、まあ、だから半年も空いちゃうんですけど、まあ、なので気に入って行っているのと、あと結構ね、大きいとこ得意じゃなくて、ここの前に通ってたところも一人でやってるような小さいとこだったりするんですよ。一人でアシスタントぐらいだね。で、ただそこはね、やたらと話しかけてくるんですよ。切ってる間。まあ、美容師さんも喋るのが仕事みたいなところがあるじゃないですか。たださ、まあいいね、喋ってくるのは多少はいいんだけど、こっちも多少返すんだけどさ、もう完全に手が止まって喋ってる方が長い時があるわけよ。でもそれはちょっとさ、おいおいおいって思うわけですよ。まあその辺もなく、なんか、で、まあ変にテンションが高い美容師さんもいるでしょう。まあ結構ローテーションでね、普通に子供の話とかしたりみたいな。まあそこ行っていて、ね、いろんな、なんか、この近所の話とかもね、そこで情報仕入れたりもするんだけど、で、ただね、埋まってるんですよ、そのホットペッパーの予約アプリで。だからやっぱ土日に行きたいじゃない、平日仕事だからね。もう全然もう1ヶ月先とか埋まっていて、確かね、日曜日とかになると翌週のが予約できるようになるのかな、けど、すぐ埋まるわけよ。でも一度やにね、一回、インスタでもいいですよって言われてインスタで予約したら、もう自分はね、もうカットだけだから、別に髪染めたりもしないし、なんだっけ、マッサージみたいな、ヘッドスパみたいなオプションとかもしないから、パーマもかけないし、カットだけなんで、アプリだとさ、1時間枠ごとになるのかな ?30 分枠違うな、1時間枠ごとになるのかな、1時間かかんないのよ、正直。だからね、一回インスタで予約したけど、申し訳ないなぁと思いながらさ、アプリでしてたんだけど、考えたら昔は電話で予約してたよね。もう電話は嫌いだったんだけど、もうインスタ楽だね。だからその、こっから30分空いたけどみたいな感じで、30分に入れてくれたりするわけよ。で、向こうも多分ね、あ、チラッとね、アプリの方が助かるみたいなこともちょっと言ってたのね。その、例えば、30分空いちゃった場合、まあ普通のね、女性とかだと1時間かかっちゃうと入れれないじゃないですか。けど、こう、カットだけの男性だったらさ、そこにポコッと入れるから、あと子供とかね、もう短めに済むので、時間は。長くやっても飽きちゃうしね。だから実は助かるんですよみたいなのをチラッと言っていて、けど最初はちょっと遠慮がちだったんだけど、最近もう、もっぱら、
インスタでお願いしちゃう感じが増えてきました。まあ、けどまあ昔ながらに電話でお願いするのと変わんないよね。電話してどっか空いてますっていうのより、向こうもほら、カット中にね、電話来て、来たらさ、止まらなきゃいけないけど、まあ、インスタって時間ある時に見てくれりゃいいからさ、もしかしたらウィンウィンなのかもしれない。自分に言い訳してインスタで今回予約しましたけど、なんとかあの取れました。なんとかっていう。だけどね、9月です。はい。9月頭ぐらいだったかな。で、9月11日にさ、会社でセミナーするから、あ、ちょうどいいやと思って。そのちょっと前なんで、髪切ってきますよ。4ヶ月、あ、だから来月になるか5ヶ月ぶりぐらいになるかもしれないですね。はい。確か4月だったと思うな、行ったの。まあ本当は夏前にね、暑いからバッサリ切りたかったんですけど、ちょっと、まあだけど9月も暑いか。9月も暑いですよ。今年暑ないですか。なんか今年暑い気がする。もうしかもこう今も歩いてでも、蒸し暑くて、かなり、なんか嫌な汗が。さあ、いや、20分以上話してますね。まあそろそろ戻りますかね。お腹も空いてきましたので戻ろうかなと思いますが、この食べずに歩いてきてお腹空いてくるとどっかで買い食いをしたくなってしまうんですが、ダメですよね。ダメだね。今すごい戦ってる。いや、ちょっとじゃあ戻りましょうかね。はい、ということで、ちょっと街中を歩きながら録音しておりました。サウンドスケープマイカップオブディでした。ではポトブでした。じゃあねー。